以前の動画で同期電動機の位相特性について説明をさせていただきましたけども今回はですねその続きということで同期発電機の位相特性についてお話をしていきたいと思いますでまず復習なんですけどもこの位相特性というのは、まあ、この V 特性と呼ばれるものですねこの特性についてなんですけども改めてね条件があります条件があります その条件というのは、まず、えー、電力。まあ、あのー、発電機、今回発電機なんで、発電機が供給していく、えー、負荷の電力ですね。えー、有効電力が一定。まあ、単位、まあ、キロワットでもワットでもいいんですけども、じゃあ今回キロワットにしておきましょうかね。これが一定である。という条件。そして、端子電圧 VT。これも一定である。 という条件が必要になります。発電気だとね、ちょっとこっち分かりづらいんですけどね。で、えー、この有効電力 P が一定、端子電圧 VT、これが一定、この状態で開示電流を増減させると。で、そうすると、電気子電流の、えーえー、位相ですね、位相がどう変わっていくか、まあ、力率ですね、がどう変わっていくかというのが、この V 特性。 と呼ばれるものであります。では、今回は発電機なので、えー、発電機の条件というのは、えー、基本的にはですね、この開示電流を、例えば、今この、この点、ちなみにこの点っていうのは、えー、電気支電流が最小なので、力率が1ですね。この点っていうのが、えー、コーサインシータ、力率が1の条件ですね。 でえー、ここから例えば開示電流を減らしていくとどうなるかということなんですけども、これ見ますとですね、この力率1の点を境に左側領域 A と言ってますが、そちらの領域というのは発電機では進み力率ということになります。ちなみに前回ご説明した電動機の場合は遅れ力率でした。今回は進むんですね。はい。 本当に進んでいくのかどうなのかというのをご説明していきたいと思います。では、事前にですね、えー、この透過回路と、えー、普通の通常の状態のベクトル図、これはもう書かせていただきました。えー、さて、ここで、あのー、この回路だけ見るとですね、さっきの輸送特性、正直成り立たないんですよ。えー、となぜかというと、これ、 例えばね、開示電流を減らすとどうなるのかっていうと、EA が減るんですね。これはね、一緒なんですよ。一緒なんですよ。えー、ちょっと赤文字で書きますけども、IF を、開示電流ですね、これを減らすと、EA は、ちなみに EA ドットの大きさですね、これが小さくなります。 小さくなります。そしたら、普通に考えて、いやいや、EA が小さくなったら、端子電圧も小さくなるでしょって思いますよね。うん。それ、実は、正解なんです。ただし、それは、単独運転していれば、という条件です。え、この、発電機の位相特性の場合は、この、発電機がですね、 電力系統に連携している状態であるというのが条件です。まあ、そのうう口で言っても分かりづらいかもしれないんで、えっ、ー、と、例えばね、この、もうダーンとこう、広い電力系統がありましてですね、ここに、ちょんと発電機がいますよ。こういう条件なんですよ。で、そうするとね、この電力系統っていうのは、もう、たくさんの発電機がこう、まとまって送ってきているわけですから、 非常にですね、なんていうのかな、力が強いんですね。力が強いんですよ。だから、この電力系統が例えば、6600V って言ったら、もう、ここにつながってる発電機の端子電圧も、強制的にこの 6600V になっちゃうんですよ。ってことは、この VT は一定に強制的にされるっていう状態ですね。そうすると、この発電機自体が、いくらね、この誘導機電力、 IF 減らして小さくしても、端子電圧は変わらないっていう条件になります。電動機の場合は分かりやすかったですよね。あの、単独とか、まあな、関係ないですから、あんまないんですけども、発電機の場合は、こういう条件があります。そうじゃないと成り立たないんですね。例えば、あの、単独運転してたら、逆にね、開示電流増やしたら、端子電圧も当然大きくなってしまいます。はい、なので、あくまでこの、系統に連携している発電機で考えている。 というふうに思っていただければと思います。えー、さて、それでは早速ね、開示電流を減らしていきたいと思います。減らしていきたいと思います。で、前回もお話をいたしましたけども、この、c o s タ、p c o s ー,ータが一定であるということなんですよ。ってことはですね、改めて書きますと、この p というのは、vt' ダッシュの ia コーサインシータですね。で、まず vt が今条件として一定ですから、一定ですから、そうすると、この ia コーサインシータの値が、これがやはり一定であるということなんですね。で、今 ia は、えー、vt に対して、vt に対して、 遅れている状態です。遅れている状態です。で、このシーターが力率角ですね。そうすると、i a コサイシーターってどこに来るかというと、この iA から、この横軸にですね、水線を下ろして、はい、この位置。この位置に来ます。この位置に来ます。これが i a ンシータです。 IA 交差にしシいたですね。はい。で、これはね、変わっちゃいけないんですね。変わっちゃいけないんです。で、そうするとですね、はい。えー、今度は、この、XS での電圧効果。この IA が XS に流れることによる電圧効果ですね。まあ、ちなみに、このベクトル図の見方としては、まず、端子電圧が VT' で、それに対して、v t ダッシュですね。 ま、なぜダッシュだって、ダッシュって書いてるかっていうと、これあの、一層分って書いてるからですね。で、それに対して、力率角シーターで IA が流れてると。で、この誘導機電力というのは、この VT ダッシュに、この IA が XS に流れることによる電圧効果、これを足したものですよってことになりますね。ただし、ベクトルはですね。そうすると、この、 IAXS の電圧効果というのは、この IA に対して90度位相が進みます。進みます。なんで、まあ、ちょっと若干ずれてますけど、90度位相が進んでる状態ですね。これで、この VTA の先端に書くわけです。今回はね。で、その結んだものが EA ドットになりますよ。ということであります。で、いうことは、これあの、電動機の時と一緒なんですけども、ここ、 今赤で書いたベクトル。これは何かというと、j, i, a, ドット。ここもドットつけときましょうかね。ドット。コーサインシーターですね。はい。で、あ、すいません。<laughs> xs が抜けてますね。i, a, xs, シーターですね。 はい。で、XS って当然ね、変わらないんですよ。変わらないんですね。で、i a コサイシーターも PkW が一定であるということは、一定なんですね。ということは、この j i a x s コサイシーターも一定であるということになるわけです。そうしますとですね、これもうちょっと伸ばしましょうね。ここまで伸ばしましょう。はい。そうすると、この、なんて言うんですかね。EA、 ドットの、この縦軸の成分。この大きさは JIAXS コーサインシータに等しいので、この大きさが変わらないということは、EA ドットの先端は常にこのライン上を移動するということになるわけです。では、開示電流を減らして、 EA ドットを小さくしたいと思います。じゃあまあ長さとしてはどれぐらいかってまあ適当なんですけども、じゃあこの点まで減ったとしましょう。はい。開示電力を減らして、新しい EA ドットダッシュ。新しい誘導起電力。 EA ドッットダッシュになりました。これ、開示電流減らした状態ですね。で、この VT ドットダッシュは一定なので、そうするとどうなるかっていうと、もう一回言うと、この EA ドットダッシュっていうのは、この VT ドットダッシュに、この XS の電圧効果を足したものになりますので、そうすると、この EA ドットダッシュ。 I ia, j, ia.xs ですね。はい。これがどう変わるかというと、選択割わらないんで、こうなっちゃうんですよね。こうなっちゃうんですよ。わかりますかね。で、このベクトルは何かというと、これは j, i a ダッシュ新しいやつですね。xs, コーサインシーターになるわけです。角度がね、全く変わってしまいました。そして、では、i a ダッシュってどういうベクトルになったのかです。で、やはりこの i a コーサインシーターが一定であるということなので、これはもうドットつけといた方がいいですね。i a コーサインシーターが一定であるということなので、大きさですよ。 そうすると、IA のベクトルっていうのは、先端がですね、この赤い点線上を必ず移動するということになるわけです。そして、この IA.xs 交差に θ。このベクトルというのは、この IA. のベクトルから90度進んだということになります。ですので、ちょっと青で書きますけども、この IA. ト コーサインシタこのベクトルの先端から、ちょっと青い線を伸ばしていって、点点点点伸ばしていって、この点線に対して、この青の点線に対してですね、青の点線に対して、90度の角度で IA ドットは、ドットダッシュが、 えー、ベクトルが書かれるということなんですね。ちょっとだいぶ伸びちゃう気がしますけども、まあやってみましょう。そうすると、90度なんで。はい。こんなもんですかね。ちょっと伸ばしますね。 ま、大体いいですかね。はい。このベクトルですね。今書いたベクトル。この書いたベクトルが新しい IA のベクトルです。なんで i a ダッシュになります。そうすると、力率角はどうでしょうかはじめ、VT に対して、え下向き、つまり遅れ力率でした。しかし、新しい力率角というのは、ちょっと青で書きますけど、この角度です。 ここが新しい力率核、シーターダッシュになります。今度どうでしょうか ?vt. に対して電流が進んでますよね。ベクトルは左回りが進みですので、まあ、改めて書いておきますね。こちら回りが進みです。はい。ということは、 この同期圧電気の出力の電流っていうのが、はじめ遅れていたのに、開示電流を減らすことによって、逆に今度は進みになったということなんですね。で、これは V 特性でいうとどういう状態だったかっていうと、はじめ、まあ力率1じゃなかったですよね。まあ、なのでこの辺にいた。多分。 この辺にいたというのが、開示電流を減らすことによって、こちらに移動したわけです。なんで、この点がはじめ、IA ドットだったんですけども、開示電流を減らすことによって、多分結構伸びたんで、これぐらいに来たんですかね。これぐらいに IA ドットダッシュが来たということです。そうすると、どうでしょう。A 領域は進みできずですね。発電機は進みできずということになるわけです。 これが、同期発電機の時の位相特性の証明になります。開示電流を減らすことによって、電、電気支電流が始め遅れだったのが進みになった。つまり、力率が進んだ。位相が進んだ。ということになります。いかがでしょうか。まあ、かなりね、発電機は正直わかりづらいんです。だからね、問題でも出しにくいんですね。 あの、なぜかっていうと、この、端子電圧一定っていうのが、結構分かりづらいわけですよ。あの、単独運転だとありえないので、少々出しづらいんですね。まあ、ただ、あの、今回はね、位相特性の説明だったんですけども、このわざとね、あの、位相特性ではなくて、えー、開示電流を、単独運転の状態で開示電流を増やすっていうのは、昔ね、出てきたことがあったと思います。そうすると、端子電圧が今度変わっちゃうんで、分かりづらくなるんですよね。 ま、なので、発電機の方がちょっと理解は難しいかもしれません。端子電圧が変わる場合と変わらない場合がありますので、まあ、注意が必要になります。まあ、そこはね、あの、しっかりと問題の条件を見て考えていただければと思います。はい。ということで、えー、これで、同期機の、えー、位相特性の説明終わりになります。えー、ま、ちょっと前の動画になりますけども、えー、電動機の時の位相特性、それと、今回の時の 今回の発電機の位相特性。これどちらも押さえておくと、えー、いろんな応用問題に対応できるようになりますので、えー、ぜひ、えー、頑張って学習していただければと思います。まあ、あのー、最悪ね、位相特性はともかく、この同期器のベクトル図。これは、必ずマ,してマスターしてください。えー、電動機の場合と発電機の場合です。えー、もう一回ね、整理して言うと、発電機の場合は、えー、電力とかとね、照らし合わせると、 EA ドットが、えー、と送電端なんですよね。送電端。で、えー、VT ドットっていうのがこれが受電端になります。要は電、受電端から送電端出すためには電圧効果を足してやるわけですね。で、電動機の時は逆だったんですね。EA ドットっていうのがこちらが受電端になったわけです。つまり、端子電圧から電圧効果分を引いてやったもの。それが受電端だったということなんですね。 それによって、ベクトルの書き方が大きく異なりますので、注意が必要になります。はい。ということで、えー、少々また長くなってしまいましたけども、えー、今回の解説はここまでとさせていただきます。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、電気工事士、電験三種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひ、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。